やばい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 ジャンプ21日に合併よチーンということでやってきましたね。やばいですね。今日もね、やばいですね。ジャンプの展開がやばいですけども、はい、まあ、いろいろやばいことでですね、まだ箱とかカラーイラストとかもあるんですけども、はい、まあ、やっぱ本編からいきましょうか。あ、そうですね。本編のラストですよ、はい、これさ、終わるでしょ、次。ついにね、この戦いが、うん、終わっちゃうんですよ、戦いが。これどうすか、最後さ、めちゃくちゃでかいさ、覇気をまとわせたパンチを繰り出すところやんか。大きいですね。こんなでっかいパンチ、だいたいこう有名どころで言うと、はい、ギガントピストルとかさ。おー、確かに確かに。エネルを出した黄金ライフだったっけ、はい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 、黄金ライフとかみたいな感じじゃん。そうですね。だからもう強大な敵には巨人のまあ腕みたいな、うん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 、がもう通説なわけですよ。おー、で、ニカに覚醒した時のことって覚えてます？え、どんなんでしたっけ。言ったらもう自由と腕力を与えるみたいなので、はいはいはい、ふざけてもらうと。確かに確かに。そしたらもうふざけてもいるし、腕力も与えたってところ、ここでちゃんと回収してんじゃないかと。まあ、確かにな。もう腕力とかいうレベルなんかって思うから、でかいだけじゃないよ多分。おー、重いよね。俺も小学校の時さ、あのプロ野球選手のピッチャーの人とあのキャッチボールしたことあるんだけど、同じ球なのにめっちゃ重たいんよ。確かに。あれ、痛いとかいうレベルじゃない、キャッチした時に。重いんよ、球が。質量が10倍ぐらいに感じるの。僕たちが持ってるボールでパンって投げただけでバーンって言うと痛ーみたいな。いや、そうやばいね。吐きまとってんちゃうのみたいなことするんやけども、その勢いで、もう一体カイドウを打ち倒す感じじゃないですか。いや、すごいっすよね、これね。次どうなると思います？空が落ちてくる。どういうこと？空が落ちてくる。空が落ちてくる。あの、今鬼ヶ島が落ちるかどうかで偉いもんなんで、空落ちてくる。空も落ちてくる。え？空も落ちてくる。空も落ちてくる。もう何もかも落ちる。何もかもが落ちる。うん、バッドエンドや。これがニカの能力。ふざけすぎてるやん。バッドエンドすぎてるやん、それ。全員死亡やん。そう。そう。終わり今日。冥界編始まる。あ、全員で仲良く冥界編行くん。そう、あの、ナルトもさ、うん、なんかさ、カカシ先生が死んだけど生き返ったやん。ああ、生き返る。全員また生き返る。いや、そういう展開は小田先生は書かへんのんちゃうかな。まあ、そうやな。そう。何これ？ 30 秒で終わる考察何これ？でも全部終わらせるぞっていう意味合いは、そういう意味にもちょっと聞こえてくる。まあ、確かに。全部終わらせるぞってルフィが宣言したいから、もうこれは終わると思うんだよね。はい、で、鬼ヶ島が邪魔だどけろって言って、モモ行けるこれ。いや、行ってほしい。モモお前を信じてるって、もうそれルフィめっちゃかっこいいけどさ、ふざけた能力の中でぽやよみたい な感じでさ、ルフィが鬼ヶ島どかしてくれたら多分早いんやろうけど、そうね、カイドウ相手やからその余裕もないやんか、うん、もう一人でこれいけます、どかせれます。確かにな。それで冒頭からさ、なんかもうホームラグも出えへんみたいな、ちょっと慌ててますやんか。今まで引っ張ることしかまあできへんっていうか、うんうん、でもどかすってさ、相当よこの大きさ。いや、ほんまよ。どうでどかすと思う？僕の予想は、うん、まずホームラグもいっぱい出してこうやってまとめる、間に合わへんこの速度だってなった時に、うん、ズニーシャが水で押してくれるんよ。シューッ、やらゆっくりシューッて。ズニーシャの打ち水で、これにはかのジンベエも、うん、これは魚人空手で言うと千段に相当する技とかいう解説が入るんよ。え、千段のちょっと低いんちゃうか。いやいや、これそれぐらいもっといけるから、ジンベエだ。だからズニーシャが来たことってまだあんまり回収されてませんよ、うん、そうそうそう。今だったら懐かしいなって感想を言いに来た、うん、ただの像みたいになってますけど。そうね。はい。で、ちゃんとズニーシャにもその物語が解説員だけじゃない役割があるということですか、うん、そういうことです。戦いにもちゃんと参加すると。あんな像の解説嫌やろ。あいつもちゃんとなんか役割あるよ。あるよね、多分ね。今ここで来たことも多分定めだと思うし、そう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 、ここで共闘することに多分意味があった。仲間だったんで、ジョイボーさん。まあね、はい、そう思うと水で応戦するっていうのはぽい、うん、いや、そう、うん、ぽいし、その場合じゃ水で応戦します、うん、周囲に水しぶきがバシャーなります、うん、その場で全部落ちんちゃうか。大丈夫？それはちょっとなんかお父さんまで届けとかやってるやん。ザー落ちてけへん。みんな泣くしかない。それはもう今年の空船はダメだったねって来年また頑張ろうね。その不作の年だ。これを楽しみに1年間やっとんのよ、この人たちは。いやいや、この日が楽しみだってあってな、うん、大丈夫よな、別に空船が涼しいかあってなじゃあちょっと1ページ目から振り返っていくんですけども、今回は関東カラーがありますので、扉がございません。いや、でも俺扉も今日気になってんだよな。はい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 。よすと、そうですね、最近ないっすね。頑張れ桃之助くんというところで、この前日曜日のアニメもヤマトめっちゃよかったな。最近ね、ヤマトってさ、歴史を多分この中一番知って
てんじゃん、多分カイドウを除いては、うん、それどういう思いでこの桃之助を応援してんのかな。だからみんな桃之助のことをさ、将軍というかおでんの跡取りとかそういう風な見方しかしてへんけど、夜明け導くものじゃん、絶対勝てるっていう風に確信があるのかな。それいいな、俺も阪神そういう思いで応援したい。無理じゃんか。そうか、ボムラグも出せ、そんなこと言われても無理でござる、出るものは出ぬ。これどうなんだろう、やっぱ出るんかな。急に出てほしいけどな。これ出るというか俺も5回ぐらい見てるんや。あ、まあ、5回は言い過ぎて、阪神が勝ったぐらいの回数、また阪神が出てた。でもね、僕ねちょっと一個法則を発見してしまったんですよ。桃之助って火事場のバカ力に強い、多分それ遺伝かもしれないぐらい、おでんのそういうここ一番の勝負強さみたいなの持ってると思って、はいはい、パンクハザードに落ちた時に、うん、ルフィと共にズバババってこう登れたやんか、うん、あれも結構気が動転してたというか、うん、あーでも確かにね、そう追い詰められたからできたわけじゃん、うんうん、まあ言ったらもう人間結構そういうことあるでしょ。なんか自転車さ最初乗れない時とかさ、はいはい、なんかいつの間にかお父さんが手離して乗れてたとかさ、あー火事場のバカ力みたいなやつね。そうそう、だからそういうことが発生した時に見たこともないぐらいの煙出すかもみたいな、これが噂の大ホムラ雲みたいな、大ホムラ雲、そうそう大ホムラ雲ね、うん、そういう展開になるかもしれないですね。ルフィと桃之助ってちょっと類似世界似てますやんか、うん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 、じゃあルフィだって一回死んだかどうか分からへんぐらいまで叩きのめされて覚醒したやん、はいはいはい、だからきっと桃之助も追い詰められて追い詰められてもやばいってなった時にすごい力を発揮するんじゃないか。確かにね、そう今って8歳じゃん一応精神年齢とか、うん、そっから28歳に無理やり熟熟の身でなってるわけやけど、その20年間っていうブランクをそんなすぐに埋まらないけど、そうね、その熟熟の身の真骨頂がちゃんと精神が後で追いついてくるとしたらどうですか。うわそうすごいね。そう覇気っていうのも己の成長によってどんどん消化されていくやんか、うん、戦える時は桃之助って絶対成長してると思うから、8歳だった桃之助が28歳に近づいていってる。おそう思うと大ホムラグもありえるんちゃうんか。確かにね。で引っ張るっていうことはもう見せて、今度は引っ張る以外の何かをちょっと見たいな。マジでホムラ雲むっちゃ出して落ちるんだけどもホムラ雲で助けるみたいなこと。ああなるほどね、うん、はいはい、空島みたいな感じでこう落ちても大丈夫だよみたいな。そうそう落ちても大丈夫だよ、はいはいはい、もしかすると東亜君が言ったみたいにもうホムラ雲シールドみたいな出して、うん、ここに向かってズニーシャ蜜を打つのじゃみたいな。そうほらなんか男子トイレでよくしゃってならないようになんかまとめたらあるよね。あるあるある、あれ見てここに向かって打つのじゃやるのじゃみたいなやつね。そうやるのじゃみたいな、一歩前に進んでくださいって書いてるね大体ね、うん、ここは書かへんと思うけど、うんうんうん、ズニーシャそういう遠隔攻撃になったらめっちゃ面白いね。はいはい、そうね。ねえ、でもそれにしても本当サーブネの件だけは気になってる。まあね、あの願いやからみんなの、まあ、みんながね、うん、あんな要素ローって出しましたからね。そう、空船は落ちてくるし、うん、海中にいる魚とかも多分降ってくるやろ、うん、そういう現象なんていうんやったっけ、パブロフキー現象。そうそう、だからパブロフキー現象。そうだから小安田でこちらの動画をご覧いただきたいんですけど、空から魚とか降ってくる現象のことです、はい、そうそう、昔甲子園にも落ちたことがありますね。なんで阪神の無理やり引っ付けてくるの、うんうんうん、まあそれでいいですよ。もう1ページだけでこんなアチーいや、そうなんよ。そう、まあアチーって言ったらね、燃えるおでん城ですよ。はいはいはい、はい、もろすけ、金右衛門たちともに雪って、ね、この辺の僕たちがあの見たかった描写が見えてる、ね、これ物理的にも熱そうやけどね。めっちゃ燃えてるよこれ、ほんまに。これなんか牛魔王の城ぐらい燃えてる。確かにな、マジで、うん、で20年後の未来できっと光月を再興するのですって言っちゃってるから、はい、もう時様が自分で20年後にその後飛んで生きてましたっていう描写はもうほぼなさそうやね、これね。そうやな、無理でござる、それは無理でしょう。では母上も日和も一緒に、そうここもねそう思うんだけどもね、ちゃんと小豆家って血を分けとかないととんでもないことになっちゃうリスクも高いと。そう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 、桃之助さんもっとおつらの母君にござる、ここは俺金絵も好きなんよ、ここは侍の国、恥は命に値する国、女が覚悟を口にしたのに男が口答えするなら赤っ端でございますぞという。バギーやったら赤っ端なっつって怒ってくるやろうね。よくそんなこと急に思いつくよね。えびっくりしたけど、バギーなんか1ミリも今関係ないんですよ。まあまあそうですね、はい、拙者子供にござる、これはもうなかなか、うん、その通りやわ、その通りね、うん、お言葉ですがおでん様なき今ただのわっぱでは折れませぬ、ここなんだよね、まあ、後取りだからやっぱり。でさ、このね金右衛門の決死の嘆願があるじゃないですか、うん、拙者たちに武士としての死に場所をくれませぬかって言ったその後、炭治郎お前どういう気持ちで泣いとんこれほんま、まあ、役になりきってるから。あ、そう、もうプル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 震えてる。炭治郎まだ見れると思ってへんかったから、ね、ちょっと出てきた時よ、ここでなんかすげえ金右衛門見なきゃいけないのに炭治郎を多分1分ぐらい見てたの。まあこいつちょっと目立ちますしね。そう目立つ。で母上拙者雪まする決意を持ってね、この時系列からさ、この涙の決別があった後にルフィたちと出会いますやんか。そうね、ナミとかさロビンとかにデレデレしたことを思うとさ、すごく母親のぬくもりをちょっとでも思い出してたんかな感があるよな。まあおでんの血っすよ、女好きの。それはある、うん、間違いない、うん、それは間違いない
僕ここですごい良かったのは、はい、この侍の国っていうのに対して拙者子供にござるって書いてたじゃないですか、うんうんうん、でもこの後飛んだ後ってファンクハザードとかで侍として生きるために飯とか食わんかった結果この人造悪魔の実を食うようになったわけじゃないですか、うんうんうん、そこに繋がってるのはすごいなって思いましたけどね。なるほどね、うん、まあ確かにそうよね。で場面変わりますよ。ピシャッゴロゴロということで雷を使うなんかウロロロ出たらねえな。やっぱ疲れたね。意味わからんけどな。意味はわからん、うん、だからふざけてるんやろ。そうだ。でゴムゴムの雷ってもう相対するものやこれ、うん、絶縁体やから、うんうんうん、どういうこと。だからもうこれエネルつかめるってことですか。月エネルが再登場した時にエルトーンだったらお話し動作するおーって動いてねエネルも。おーこれ何これ、ねこれ目、うん、これ出るパターン。あ、出るパターンね、うん、そうそう、あの顔で出るパターンやったら合わせ技でよくないですか。確かにな。コラボコラボ確かにな。それな雷を掴むとこはいいけど投げるってすごいよね。え、すごい。だからエルトールとかも軌道変えられるんちゃう。やばいよな。 やばいよね。で、しかもドカッていう、もう雷すらをもうなんか操れたらもはやロギアみたいな。ね、ね、好きなだけふざけてやりいいさ。だからからさ、衝撃の展開が続くんよな。そうやね、ここが今週一番の衝撃やったわ。そうで、あの雷をですね掴んでぐるんぐるん回って、うん、反動に使う。で、こういうのっすよ、カイドが。能力が世界を制することはない。またなんか言うとるぞ。また意味深な言葉かって思いましたね。そう、ただそれはね、次のページで回収されることになります。世の中はうまくできている。ロジャーが能力者じゃなかったよ。マジかよ。おいおいおい、船長、副船長、能力者じゃないってことでしょ。そう。やばない。やばいよね。強すぎるやろ。強いよね。覇気だけが全てを凌駕するって聞いて、ますます俺はとぐろみを増したね。あー、いうアクションね。まっすぐでいいよね。そうっすね。能力自体はさ、ウォーの実、そのモデル整備ってさ、すごいいろんななんかチート級になんか技を繰り出すんだけど、時に、はいはいはい、結局最後まで金棒で戦ってんのよ、この人。確かにな。そう、武器なんすよ。一貫してんねん、これなんか。だから飛び道具も出せる、ボロブレスとか、うん、竜巻開封とか。そうね。出せるんだけど、ちゃんと差しでやることに対する徹底した書き方っていうのが、グッときてます、ここで。そうですね。グランドライン前半みたいな感じじゃないですか。もう一回、イーストブルーぐらいの。アルビダと一緒ですからね。そう、アルビダと一緒やし、なんなら一生歯でカン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 やってたのか、アーロンと一緒。いや、確かに確かに。そう、能力の相性がどうとか、それを攻略してとかじゃなくて、真っ向勝負やん、この二人。まっすぐなドストレート打つタイプとふざけた能力の感じ。いや、そうっすね。これめちゃくちゃ面白いなと思って。で、その次がね、大技出るんですよ。大異徳雷鳴発見。いや、ここまで来てもやっぱ雷鳴発見にこだわるってのはもうほんとその通りですよね。ちょっと大異徳がつくことによって何が変わったのかはね、わかんないんで。威力アップ。そういうことから、うん、大異やからね、はい。まあ、この辺は多分意味を調べて明日のすけさんがね深掘り言ってくると思うんですけども、このピヨピヨって出てる描写もなんかふざけてっていいよね。なんかもうゲームかなっていうね。俺もこれなんか絶対出るなと思ってて予想は当たったんですけど、もうストツみたいなね、ピョンピョンピョンって取り出してるやん。どうやって出したの。召喚獣やん。もう多分これ2か、まあ、2かの分身。4匹いるけど、いや、これ早く動いてるだけやから。あまりにも早すぎ、残像が見えてるだけ。これ2かな、うん、え、分かったかも。1か2か3か4か。いやいや、それもう魚人島で使ったらいいんですよ。ここ胸ぐらを掴まれるんですけど、はい、胸ぐらを、そう、ムナグラを掴まれて、強烈なパンチを歌ってくれる言うんやったら。そうね、はい、まあ、強烈パンチ食うんで、このね、離せっつって、で、居場所を知らせるだけの竜巻開封ということで、飛び道具もこの状態で出せる回路すごいね。いつの間にか竜の姿になってんだよ、この一コマで。そうね、パッパパッパッと切り替えて戦えるってすごいね、うんうんうん、弱点の斬撃は変わってねえよな。やっぱ弱点は弱点だと思う。そうね、はい。で、そこで場面変わります。巻人へ向け出航と、うん、空船を飛ばすのに出航って言うんだと思ってね。これはすごいことになってくると思った。海賊船だったよ、多分昔。ほんまに。え？出港ってそういうことなんだ。黄泉の国まで出港するっていうのは、マジでそういうことなんよね、これ。なるほどね。自分たちはいけないから、代わりに空船を飛ばすんだと思うんだけどね、そのね、お手紙を飛ばすみたいな感じで。マジで、空を飛ぶ船っていうのがあったかもしれないし。あるね、空島と繋がってますからね。そう。で、その出航って言ってるのって、まさに海賊じゃないですか、ね、うんうん。マジこの描写は、今まで何もあんまりこう気にしてもなかったけど、マジでこの後倒したぐらいの時に、ワノ国の過去編とかがやりますやん。その時に、こういうシーンあると思うよね。確かにな。そうそう。スナッチとかも
さ、一個ずつの言葉に意味があって、ありましたね、空船にもちゃんとモデルがあると思うから、こういうことをやっているんやと思うね。出航だけだったら、いや海軍かもしらんよとか、普通の船乗りかもしらんよと思うけど、ヨーソロは完全に海賊の、まあ、掛け声っぽいことも聞いたんで、空に向かってまず月なのか、それはフェアリーバースなのか、黄泉の国なのか分かんないけども、出航する時の言葉確定っすよ。ルフィたちがこの後に出航だーさ、ヨーソロって言うてるかも。言うてくれるんやろね、みんなね。ねえ、おー、また一年生きていたらいいなっていうふうな恒例行事があるんですけど、この男ちゃんがね、ここでヨーソロっていうのはピョンピョン飛び跳ねたのちょっと可愛い。確かに、うん、それを思って鉄さん、なんか黄昏れてるね。わし船忘れたわ、持ってこいやん、で忘れた。だからちょっと気まずいなみたいな。これあの持ってくの忘れても現地で買えるシステムあるやん。そういう花火とか持ってこなかったけど現地でアホほどなんかボラれて買えるシステムある。いやいや、あるあるある。ああいう感じで、なるほどね、男の分を持ってこなかったからむっちゃお金飛んだわって言ってんだよ。なるほどね。お父ちゃんに届け、これめっちゃ切ないねんな。手を離せ、折れてこい麦わら。さっきニカって言ったよね、その鳥、焼き鳥のあてるやん。まあ仕方ない。はそういうこともある。新年モデルやん。今日頃親分ご無事で鬼ヶ島が落ちそうなんだ。今日頃親分どっち、すごい任侠を語る人になっちゃってるから、はいはいはい、はい、もう一活躍してほしいと思ってるんですよ。ほう、まだなんかみんなを諭す係になっちゃってるよ。なんかああなるほどね。いいじゃないか死んでもみたいなこと言ってるけど、おーおー、いやよくねえだろ、死ぬことは恩返しじゃねえぞって言ってたし、だそういうこともあるから、もっとなんか親分らしいことをね、はいはい、最後の最後でちょっと見せてほしいなって、はいはい、まあこちら僕めっちゃ好きなんで、まあ確かにね、期待してるんですけど、でそれに対してあのね、ウソップたちは死にたくねえっていうふうに廊下を走ってるんやけども、ここら辺もね、あの水騒動あるじゃないですか、水が、はいはいはい、そうだから水で火消しをしてるんやけども、これどうなるんやろうね、どうなる、消えるんやろか全部。いやさすがに消えるんじゃないんですか。消えるかな。雷蔵の命をかけた水みたいなところありますからね。命をかけた水、雷蔵決め会ですよ。あ、決め会ね、うん、宝物殿の方では復活のオロチということで、さすがに日和もちょっと日和ってる。いやー日和ってますね、日和が、ね。この後どうなのかな、これ誰かに助けてもらいたいですけどね。これやっぱ教師が来るんかな、何してるか分かんないですからね。伝次郎が多分来て食い落として一件落着かな、これもう、ねえ、もうオロチはいいよもう。まあね。でそして最後のページになりまして、はい、まあ、全部終わらせるぞということで、うん、技の名前なんだ、ゴムゴムのっていうのか。あー、ね、いやまあでも言ってるからゴムゴムのメガギガント拳。拳だけ急に日本語読みになってしまった。ピストル、メガギガントピストルですか。はい、あ、まあ、メガギガントホール。ホール、どういうこと。落ちてくるから空が。空落ちる説はまだやってる、うんうん、でその最後のさ、カイドウの駒びっくりしてる感じだから、これ、あ、こんなものができるのかみたいな。もうさすがにこれ無理じゃねえと思ってるんじゃない、カイドウも。カイドウのこの顔好きだな、なんか何とも言えない顔。どっちなんやろな、その合わせてるのか嬉しいのか。そうそうや、両方取れるよねこれ。そうすごいよね。すごい。今週はですね、なんと僕がですね、すごいテンションの上がる情報がですね、裏箱とかに書かれていまして、まあもちろんレッドの情報も良かったんやけども、はい、フレッシュのお話があって、うん、フレッシュ大好き人間なんで僕は。はい、でもユニバで行われる、そう、祝15周年なんやね。3、4回行ってないだけで他全部見てるんで。すごい。15回ぐらいとも全部見てるから。すごいな。めっちゃ楽しみなんよね。しかもここでさ、俺あえてね、敵の映像とか載ってないじゃん、うん、まあ、言ったらジンベイが仲間になってから初めてのプレッシャーやから、うん、ジンベイが出るよっていうことは書かれてるけど、書かれてますね。敵の情報がない、登場人物の他の情報がない。ない。普通ここでビジュアルがもっと判明するはずなんですよ。まあそうですね、普通はシャンクス出るから。そこレッドと絡んでる。そう、これ連動企画って映画の年大体連動させるんですよ。なるほどね。レミア賞ってレッドが次ブタちゃんがいるフェスみたいな島がテーマだと思うけど、その島に行く一個手前の島なんだ。そこでうまくシャンクスは登場するわけ、ルフィと合わない感じで出てくる。多分ゴードンの手下か、まあ、ゴードン悪役か知らんけども、はい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 、の手下みたいなやつがたくさん愉快な仲間たちがクレシンちゃんの敵派みたいなやつが出てきて、まあ一悶着あって、麦わらの一味は丸々出航し、ついに丸丸フェスへと参加するのだ。あー、ありそう。ありそうでしょ。ありそう。まあ、そんな感じを予想してるのよ。で今回ね、日付も見たんやけども、うん、開催期間が7月1日からね、例年よりちょっと早いんだよね。あ、そうですか。そう、パンデミックになっちゃった時は、はい、中止になっちゃった時7月3日からで、何の誕生日からだって俺すげえテンション上がってるけど、はいはい、それも早い方なんやけど、7月下旬とかの時もあったの。へえ。でも7月1日から無理やりやるっていうことは絶対8月6日に合わせると思う。あー、なるほど。映画に、そう、映画に合わせるためにちょっとでも前倒しでやってるんやと俺は思ってる。なるほど。
ほど。そう、多分この推理は当たってる。ほう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 。という感じですね。まあ、僕はこれジンベエがやっぱ出るということは、もうこれウォーターワールドで本物の魚人空手が見れるんじゃないのかっていう予想をしておきますね。すげえハードル上げさすじゃん。いやいや、多分やってくれますよユニバなら。え、内水とか。内水とかもバーンってあの水がポーンって出ます。海流一本釣りとかしたら多分ウォーターワールドのゾーン潰れるよ多分。いや大丈夫大丈夫、こういう風な感じで多分水出てくるから。乗り越えるちゃんと。乗り越えれる。すごいやん。でその上であのこのボーンのやつが出る。ジェットスキーみたいなやつ。いや命がけやねアクションが。それぐらいできるはず。で皆さんも楽しみにしてます。期待してます。はい、この期間ね僕たちあの小屋フェスで大阪にちょっと行ってたりするので、はい、前後どっか行けたらいいな。行きたいね。というわけで皆さん今日はいかがでしたでしょうか。はい、僕たち月曜日ジャンプにワンピースが掲載されている時はこうやってレビューが考察されておりますので、ぜひ楽しみだという人は高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いします。皆さんの考察コメントも待ってます。感想コメントも待ってますよ。よろしくお願いします。各種 SNS も登録してくださいね。それでは See you. Bye. もう諦めたなんて